はい、こんにちは、ぼんじくんです、えー。今日も面白い本を読んだんで紹介していきます。えー、それは鈴木ともさんの書かれた、えー、新しい資本主義のアカウンティングという本でございます。えー、まあ、こういうことを言うとですね、えー、新しい資本主義とか言うと、増税メガネことを、あのー、 吉田総理のことを思いいい出しししてななななんんかか嫌な気分になりまますみたいな人もいるかもるれませんしアカウンティングとか難しいこと言わないでとか思う人もいるかもしれないですけれども、えー、こちらの本ですね。面白かったですね。面白かったというかですね、えー、感動する本ですね。あの、この著者の、えー、思いというものが、えー、文章に現れていて、えーっと、本当に素晴らしい本だなというふうに思いました。えー、こちら、えー、まずこの本が と、どんな本なのかとご紹介しますと、え、まず著者はですね、早稲れ大学の教授をされている、え、鈴木智さんの書かれた本でございます。え、で、え、その著者がですね、え、新しい資本主義とタイトルに入っているように、まあ、今までの資本主義で、え、うまくいってなかったことを、え、ちょっとこんな風に変えていったら、えっと、もっと全体がうまくいくんじゃないのかなっていうようなことについて、え、書いた本でございます。で、ざっくりどんなことを言っている本なのかと言いますと、 今の、この日本のですね、資本主義、の現状を見ますと。 えま、一部の、あの、投資家とか、えばっかりが、あの、利益を、え享受していて、それで、ま、従業員とか、えま、社会全体の、え利益のための配分にはなっていないんではないかと、えいうようなことが、え書かれた、え本となっております。えだから著者が言うにはですね、えそのいあの、投資家に向けられている利益を、えもっと従業員とか、え、 また、研究開発費とか、えー、事業の再投資とか、えー、そういうふうに、あの、利益を、あの、最適な配分をすることによって、えー、長期的な、あの、利益を享受することにもなるし、えー、また、従業員も給料が増えれば、えっ、ー、と、まあ、所得税とか、住民税とか、えー、そういった、まあ、あの、税収の増にもつながると、えー、まあ、あの、そうやって、あのー、 給与が増えて、えー、まあ、可処分、所得が増えれば、まあ、いろんなところで、あの、労働者も、あの、お金を使って、えー、そうして、あの、いろんなところに、え好、ー、循環が回っていくんではないか、というようなことが、えー、書かれた本でして、えっ、ー、と、非常に、その内容自体にも、えー、共感が、えー、できる本でございました。えー、また、あの、さっきも言いましたけれども、えー、その内容だけではなくて、この著者の、えっ、ー、と、 この未来のために発する言葉、未来のために、えっ、ー、と、まあ、こういう主張をされていて、えー、本も書かれていて、えー、また、あのー、何ですかね、えー、SNS で情報発信をされていたりとか、えー、そういうような指定にも、えっ、ー、と、非常に共感した。 え、ところでございました。え、私も、え、私の、え、できる範囲で、え、できるだけ世の中の、え、ためになるような、え、ことをしていかなきゃいけないな、ということを改めて思わされたところでございました。え、あと、ま、打足、え、かもしれませんけれども、あともう一つ、え、思ったことがあります。え、この本で、あの、主張しているのは、こんな風に制度とか、え、そういうことを変えることによって、ま、世の中を変えていこうと、え、いう方向から、え、書かれていますけれども、え、こういうことに、 に対してですね、えー、そんな制度のことなんか言ったって変えられないんだから、自分に変えられることを、えー、変えていくしかないじゃんみたいな、えー、ことを言う人も、えー、結構、えー、いるかと思うんですけれども、えー、私はあの別にそれは相反する、えー、ことではなくて、えっ、ー、と。 別に同時にできることなんではないかなというふうなことも思ったりします。社会を変えるために声を上げるということもですね、とりあえず自分に変えられることを変えていく。例えばですね、この給与収入が上がらなくて、投資家ばっかりを優遇するような制度になっているんだったら、自分に変える範囲の株を買って、自分の給与収入に 配当収入を加算して、えー、それで、えー、その配当収入を、えっと、何ですかね、自分が、あの、本当に世の中の、えー、ためになると、えー、 思うところに、例えば、まあ、寄付をしたり、投資をしたり、することによって、まあ、自分にできる範囲の、この、富の再配分ということも、できるんではないかな、というふうなことを思ったりも、いたします。まあ、ちょっと、あの、ちょっと脱足的なことを話してしまったかもしれませんけれども、こちらの本、気になった方は、チェックをされてみてはいかがでしょうか。2800円とちょっと、高い本かもしれませんけれども、 概要欄にリンクを貼っておきますので、詳細を、えー、気になった方はチェックされてみてはいかがでしょうか。今日のお話は以上です。